株式会社アクセルは、研究開発型ファブレス半導体メーカーとして1996年に設立。主にパチンコ・パチスロ機市場へ向けた半導体製品を開発・販売することで成長してきました。現在、アクセルの主力市場はパチンコ・パチスロ機市場で、同市場に向けたグラフィックス LSI は業界内で約 50% と圧倒的なシェア率を誇ります。このシェア率を維持できているのが、アクセルの高い研究開発力です。アクセルは研究開発型企業で、社員の約 60% が研究開発に携わっています。中でも一番注力しているのが、他社製品との差別化を担う要素技術の研究開発です。さらにグラフィックス LSI などのハードウェアと開発ツールなどのソフトウェアの両面で、開発からサポートまで対応可能。高付加価値製品を実現する総合的な開発力によって、業界内で圧倒的な優位性を保ち続けています。これからはパチンコ・パチスロ機市場で培ってきた技術・ノウハウを他製品に展開し、機械学習・ミドルウェア・ブロックチェーン・セキュリティの4領域に注力します。1つ目は機械学習領域です。アクセルはエッジ推論向けのディープラーニングのフレームワーク、アイリアを完全自社開発しています。アイリアは、さまざまな画像から物体検出、画像分類、特徴抽出をすることができ、容易に高性能な AI を実装することが可能になります。アイリアは GPU 対応で、世界最高水準の AI 推論速度を達成しており、環境に依存しないクロスプラットフォーム対応、柔軟なカスタマイズ性、通信コストやデータ遅延の低減など、他社との大きな差別化を実現しています。アクセルは世界最高水準の性能を誇るアイリアを中核に、 AI のフレームワークの販売からロイヤリティビジネスの構築へと展開し、 AI 導入支援ビジネスの確立を目指します。機械学習に関連して、ネド公募事業の中で、株式会社ティア4、東京大学、埼玉大学と協業して、完全自動運転に向けた LSI とソフトウェアプラットフォームの研究開発プロジェクトを推進しています。アクセルは完全自動運転に向けた LSI の開発を担当しており、2022年以降の事業化に取り組んでいます。今後もスマートモビリティの実現に向けて、継続して研究開発に取り組みます。2つ目の領域はミドルウェア領域です。先にご紹介したアイリアや超解像ミドルウェアのグラディアなど、画像、音声、映像などの圧縮技術を中心としたミドルウェアをゲーミング市場向けに提供いたします。それぞれが業界最高水準で、他社にはない製品をパッケージ販売することで差別化を図ります。また2019年5月に子会社 AX 株式会社を設立、機械学習・ミドルウェア製品の早期立ち上げと事業化を進めていきます。3つ目の領域はブロックチェーン領域です。従来の閉じた環境下で一元管理していた情報を、オープンな環境下で分散・共有し、信頼性の担保を可能にしたブロックチェーン技術、低コストで改ざんがされにくいことなどのメリットから、幅広い業界で応用が検討されています。アクセルは国内最古のマイニングプール、VIP プールの運用を通じて、仮想通貨のマイニングを行っているマイナー向け支援サービスの提供と、企業向けにはブロックチェーンのために必要なインフラの提供や技術支援を行います。4つ目の領域はセキュリティ領域です。国内外のセキュリティ市場の拡大に合わせて、アプリケーションの不正解析防止やライセンス管理といった暗号化ソリューションを、ソフト・ハードの両面から提供します。数少ない国内ベンダーとしての強みを発揮し、安定性と充実のサポートで信頼性の獲得を目指します。アクセルはこれらの新規事業で順次収益化を行い、2023年には新規4領域で16億円の売り上げを目指します。新たなステージに向けて企業理念を刷新し、パチンコ主体のファブレス半導体企業から、世の中の革新に貢献する先端テクノロジー企業へ。
グローバルに活躍することを目指します。